あー、もう部屋が汚い。明日掃除するんで今日は許してください。こんにちは、はじめしゃちょーです。疲れてんすよ。うん、言っちゃったらもう今かなり疲れてて、体が全身的にもうなんか怪我してるような気分なんですよね今。そんな僕なんですけども、今回こちら絆創膏、傷版ですね。救急版とも言うかな。なんていうの、正式名称わかんないな。なんか売れ残ってたみたいで、もうまとめて買ってくるかんな。2個で378円では買ってねみたいな超押し売り感。絶対売れ残ってた。お前たち絶対売れ残ってたよな。さぞかし悲しかったろうに、お前らこんな帯で止められて売れなかったんだと思います、この子たち。なんで僕がまとめて傷版を1つに100枚入ってます。絆創膏を1100枚準備したんですけども、絆創膏の効果君たち知ってるかな。絆創膏は基本的にはその傷ですね、怪我とかしたり切り傷、擦り傷、靴ずれなどの怪我したとこを保護する絆創膏、その傷口にバイ菌とか入るのを防いだり怪我を治すようなものなんですけども、俺はこの絆創膏にさらなる可能性を感じて、体に貼ると怪我が治る、要するに体が回復するというわけなんです。なので僕が考えてるのは、今ここにある傷版1000枚を体中に貼って、俺の体を全身的に注力をマックスにまで上げます。全身的に傷版貼ることによって体中の注力が全てマックスぐらいのレベルになる。体の回復力、注力が高いということは、俺の体の疲れが一瞬で取れるだろ。やってそうはないと思う。ちなみにまだ日焼けの跡が取れてない。体中が疲れきてる僕なんですけども、治癒力、回復力を最大限まで上げて瞬間的に回復します。まずはそうだよね。もしもし。もしもし。うん。何してんの？今お家。え、暇？うん。ちょっと体中に絆創膏貼るの手伝ってほしいんだけどさ。ちょっとお願い。早く今すぐ来て。待って。お願い、今すぐ来て。俺これね、思ったね。多分一人だと一日かかるね。例えば。誰かのためじゃなく、あなたのために歌いたい。彼の本性ですね。かゆっ、めっちゃかゆい。